きいのね。ここのが大きい。あ、そうなの。ここ定夜山須磨田の道場において京都大五寺東山流の主元衆を招き、ここに斎藤駒並びに歌唱先達王権私が申すで終わってそろそれを見れば今後は王権と一発俺自身たるがゆえに何を切らず己を切らず煩悩菩提をも切るにあたわず本来無一物なり
光といえども邪将愛戦い戦いたく時不満安にゃれとくその前に臨んで将来まったし義義軍人領山となってここに一人武老山に重なる天将の霊一軍師道場徳の方が役人を即平時李京東社海人列在全万運丹霧安縁外への大乗仏曹島さん人力大事の能登一派元修行の密具にして人前の地開し本能の敵を断絶し南方町田坊、軽がゆえに首里結界、本郷を抱く。
体大臣流をもちまして、炎の始まり線の建造部を強領し、解放を待ちたも、あるがゆえに死に結界混合たき、あ、ば、うん。
紙幣書によって、皆様からお預かりしております添え駒木の投入を密談の方にいたします。添え紙添え駒木投入を不動明自己主導芸のお孫さまんだばくだらだら天壇まかろじゃだ参拝の方も増えていただき、そしておかげさまで去年はこのような形に近い状況でさせていただきましたが、今回はきれいな形になって、これが最終的な境内の姿だと思うんですけども、そのような形でお参りしていただくことができまして大変嬉しく思っております。平成、よく考えればもう来年は平成でないという、言語が変わっている年のお務めになるかと思います。平成最後の斎藤駒をこうした形でできたことは大変ありがたく思っております。本当にたくさんの方、支えがあっての
ことであるということをつくづく感じながらいつも務めさせていただいております。本当に行者さんたちも熱いやろなというようなことも思います。大変な煙もたくさんそちらの方に行ったり、風がありましたのでちょっと大変なところもありましたけども、お参りできていただいて本当にありがたく思っております。世の中は大変混沌といたしておりますけども、私たちこの斎藤馬というどっち神道系のお祭りも含めた山口さんたちが されておられる、日本にはもともとその神様、岩を神様と見たり木を神様と見たり、山自体を神様と見たり、そのような形でのそういう神人というものがあったわけでございますけれども、それと途中から入って今志願書によって歌唱参拝させていただきました。引き続き、参拝の方に、していただくための見どころの調整を改めて、させていただいて、ご案内を申し上げます。